アゴハカイテコンドー対ホフク前進ハンド。アジア杯が開幕し、各代表が火花を散らしている。その中でも、サッカーとは何なのかを考えさせる試合が勃発。グループ E の韓国対バーレーン戦では圧倒的な戦力で韓国が 3-1 で大勝。しかし試合内容は荒れに荒れた。韓国ファウル数17回、イエローカード5枚、バーレーンファウル数8回、イエローカード2枚だった。序盤からラフなプレイが多い中、バーレーン選手の顎にクリーンヒットする韓国選手の膝。バーレーン選手はしばらく立ち上がれず、試合が一時停止した。また、バーレーン選手はボール奪取に失敗し、転倒するが、意地を見せるべく四つん這いで、韓国選手を追い回し、手でボールを出し。もちろんハンドだ。終始、サッカーとは、程遠い、ラフプレイが展開されていたのだ。国技来た、国技だ。もっとイエローカード出ても、おかしくなかった。レッドカード出てないのが不思議。いつものこととはいえ、韓国さんやりすぎです。頭に血が昇ったのか、バーレーン選手も、韓国選手削ってたな。四つん這いダッシュは最高に笑った。その後のバーレーン選手のドヤ顔やばい、顎破壊草。あれは痛そうだった。もはやサッカーではなく格闘技。他にも痛そうなシーンが多かった。もう少し優しくできないの？バーレーン奮闘してて、意外に強かったアジアの全体、レベルが上がってるな。ラフプレイで別競技になってるのに、韓国サポーターがぴょんぴょん跳ねながら、応援してるのは笑った。何の競技応援しているの？お互い様だわ。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけ、よろしくお願いします。